こんにちは。稼ぎたい男、椎の木康晴が、なんとね、20万円の売り上げと、それから10万円の売り上げを上げて、合計30万作ったというね、報告をいただきました。このね、やり取りが始まって、第7話ぐらいじゃないですかね。どうですかね、この1週間ぐらいで、この売り上げを報告してくれるのは、私としても喜びです。この動画をご覧になっている方、いかがですか？ずっと見ていて、30万の売り上げ、作れました？報告できてます？なかなか難しいと思うんですよ。で、まあ、今回のレポートの中で20万っていう部分は結構な期間で作った売り上げなんで、これは置いとくとして、今回ね、10万円の合宿の販売ができたってことなんですよ。これは手前味噌ながら商品を用意して、人の悩みを聞いて、そしてその人の悩みに対してこういう商品がありますということを紹介するだけだよってことを申し上げて、それを愚直にやっていただいたら、あとは確率の問題なんですよ。あ、この人に打ち明けてみようかなと、この人にかけてみようかなっていう人が何人かに1人出てくるんですよね。で、逆に言うと10人の人に言って誰もね、自分の商品を買ってくれないってことは、自分の人生を大いに反省しないといけないんですよ。あなたにはお金を払ってまで悩みを打ち上げる価値はありませんよって言われてることなんですよ。だからそうじゃないような人生を選ばないといけないです。そうなんですよね。お金を払ってでもあなたに問題を解決してもらいたいんだと、あなたを信じていきたいんだ、ついていきたいんだっていうふうに思っていただくような自分を作っていく必要があるんですよ。まあ、ですんで、どんな意見とかどんなアドバイスにも斜に構えて、そんなのうまくいかないよみたいなひねくれた感じを持ったりとかね、どんなことも悪意で持ったりとか、とりあえずなんかクレームをつけてみるとか、そういうことではないんですよ。自分の義務を遂行するときに自分の権利はまず置いとくんですよね。そういうふうな健常の精神が、きっと人間ってものをもっともっとね、高めていくと思いますし、そういう人にお客さんってのはお願いしたいと思うんですよ。どうですかね、販売者の方が自分の権利を主張して義務を果たさない人、もしくは権利を主張するけども義務もやってくれる、ね、こちらの方で、釣り合いが取れてる人、もしくは自分の権利は置いといて義務の遂行、要するにお客さんのために、自分のために一生懸命やってくれる人、誰を選ぶかなっていうことなんですよ。さあ今回ね、いろいろと申し上げましたけども、椎の木康晴、どうしても稼ぎたい男らしいんですよね。稼げたじゃないですか、ね、こういうことなんですよ。やってみるってこと、ね、そんなのうまくいかないと、そんなの久保さんだけだよと、そうは言っても自分の現状知らないからそんな勝てるのと言うんだっていうふうにして、自分の行動できないこと、結果が出ないことをすぐに人のせいにしたりね、自分は特別な状況なんでできないんだっていうふうに考えてる人はずっと足踏みしてます。でもそうではないです。相談した人が言ってることをまずやってみようかな、まず従ってみようかなっていう人は必ず進むんですよ。そう思いませんか？ということですね。今回、椎の木康晴、売り上げを作ったということです。あ、ついでにですね、Google のローカルガイド、5ですか。5ランクになったそうですね。5ランクに。で、私は7ランクなんですよ。で、2人とも同時に費用全額持ちで Google に招待されてます。で、私は当然 Google の方にもう行きますけども、椎の木君もレベル5なら同じ飛行機に乗って一緒に行けるね。費用全額持ちだからお金がなくても大丈夫ね。すごく楽しいですね。一緒に Google に行きましょう。 Google 本社に行って、さらにですね、ブランドアップを図っていこうじゃないですか。いや本当にローカルガイドの5とかすごいですよ。誰にもなれないし、それがあるってことすら多くの人は知らないんですよ。情報格差が現れてますよね。で、情報格差の上にその情報に従っていく人と、情報は知ってるんだけどもやらない人、この差も現れてきます。 Google マップって誰でも使えるんですよね。で、私たち、ローカルガイドっていうのは Google マップがさらに使いやすくなるために写真とかコメントを投稿する人間のことなんですよ。ブログ書くより簡単です。今回はね、私が5年ぐらいかけて Google マップがこうなるんじゃないかなっていうのが一定の成果を出したってことでね、非常に嬉しいなと思いますし、このGoogle マップのローカルガイドってのを信じてやってくれた椎の木康晴がレベル5になってね、私と肩を並べて5と6で一緒にカリフォルニア Google 本社に行けるってことは喜びです。それでは現地の速稼塾の塾生さんともお会いできると思いますので、一緒に楽しんでいきましょう。動画説明欄から椎の木くんの動画もチェックしてみてください。それでは。